皆さんこんにちは、フォーゲーマーのレッチです。にゃん、コウスケです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで今回もサモンズボードやっていきたいと思います。いや、触れろ触れろ、恥ずかしい。ちょっと触れろ。にゃんすけがいましたけども、にゃんすけがいましたけど、はい、まあ、そういうことですね。今回ですね、はい、サンズ1騎士団ということで、まあ、にゃんじゃなくてワンなんですけど、そうですね、ワンですね、はい、まあ、あのワンコをピックアップした、まあ、擬人化したというか獣人化したというかキャラクターが登場するガチャでございます、はい、ということで、まあ、俺一応見た方はご存知かと思いますが、はいはいはい、そういう感じになっておりますか。まあでも久しぶりじゃないの、こういうピックアップ、1体2体ピックアップ、ね、そうだね、うん、単体だと、まあ、あとほら、あとずっとさコラボ来てたから、そうだね、そうだよ、コラボ、うん、ずっとコラボが来てたから結構なんつうの、あれなんかダメな話しちゃった、思い出したくないね、コラボなんか、ドリルでついた、ちゃんと、いやもう無理だったよマジで、てかきつかったな、だってさ、うん、天井のシステムは確かにありがたい、うんうん、もう確実に手に入るから、ただやっぱね、天井5ランダムじゃん。いやそうなんだよ、 3択っていうね、あれがな結構シビアだった。せめて潰してほしい1個、ね、あのそう、未確定だから、未確定確定ね、未確定、あ、じゃあ 未所持確定、未所持確定とまでは言わないわ、うん、もうそれだとさ、あの出ちゃってるやつ、例えばその99の中に他の2体出てて残り1体だから確定しちゃうじゃん、うん、その、3期間点、うん、3機関たちの1機関目のやつ出たんだったら2機関目はもうそれ出ないみたいな、あ、はい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 、そういう風にしよう、いや無理か、それだとね、やっぱねガイナックスさんにはお金払えないからてかシステム的にも無理そうな、ね、無理だね、そんなこと無理だ、計算するの無理そうやつ、いや、まあ、俺はもちろん出なかったよ、あ、出なかった、もう俺も出なかった、あ、そうなの、俺も神奈で終わった、いやでもだからさ、俺あのエスクムの塔をさ、うん、攻略しようと思って調べたりしたの、うんうん、みんなこれ、あ、今やっぱドリルブームですから、ドリルがもうみんなね、ドリルでついてね、全部解決とか言って、だってドリル全部解決できるもんいやさすがに超高難易度になると、まあきついと思うけど、ある程度もうドリルでもう ぶち放せるから、いやもうね、いやでもまあしゃあない、うん、出ないならしゃあないから、しゃあないな、まあ、出したければ金をかけろということしかないんですけど、いやほんとそうですね、でも逆に言えばまあ変な話、金かければ確実に手に入る環境だから、いやでもだから今までよりは優しいかもね、うん、その確実に欲しい人は、うん、確実じゃないのか、99から3回回しても出ない可能性が一応あるのか、もちろんあるよ、そうか、3分の1だもん、陽子か神奈かね、シモンで、絶対シモンでる確定はないからね、あれ俺陽子も出たの、そういや神奈と陽子出たもん、ああ、じゃああれじゃない、途中で出したんだよ、どっちかが、うん、99連で天井で神奈出て、陽子はあのラジガメの方で回した時に、なんか33年ぐらい出た気がする、俺はもう何にも出ない、シモン欲しかった俺いや俺ももちろん欲しかったよ、うん、まあそんなねコラボの話もありましたけども、はい、詳しいこっちの2人のねあの情報については俺っち編見てもらえたら、あ、そうですね、はい、載ってますんで、思います、じゃあ引いていきますか、引いてみましょうか、いやね、やっぱワンニャン時空伝ですから、ドラえもんのね、ワンニャン動物園、テケテケテ、あ、出た、知ってる、それ知ってる、知ってる、それね、あのね、うん、ドグマ風見さんも言ってたよ、これ多分ね東海地方限定かも、あの声がめっちゃムカつくんだっつってワンワン動物園、テケテケテ、しかもワンワンじゃん、ワンニャン動物園だっけ、やった、グロース出た、出たやん、それあるぞ、ワン、その東海地方限定、ワンニャン動物、ワンワンだったかな、ちょっと忘れちゃったな、不安になってきちゃった、ワンワン動物園だよ、ワンワン動物園か、ワンワン動物園か、こう今あのこのエリア東海地方2人いる、あ、そうかそうかそうかいやなんかの放送でそのドグマさんって人がもうずっとそれ言ってて、ワンワン動物園っていうのがムカつく、デケデケデンまで言ってた、ドグマさんもデケデケデンまで、そのデケデケデンムカつくわと思って、一番違う、ワンワン動物園のそのワンワン動物園って言ってるの子供なのよ、いや知ってる、知ってるよ、そう、子供ボイスなのよ、いやすごい、それは確かにね、めっちゃ耳に残る、ワンワン動物園、デケデケデン、デケデケデン何って思った、そんなやる気ない声じゃない、結構みんな張り切って言ってくれる、ワンワンじゃないの、そう、もっと張り切って言ってくれる出るぞこれ、出るな、ワンワン動物園、デケデケデン、なんでテケテケデン、当たり前だと思ってるからこっちはいやめちゃくちゃ、まあ、だから北海道でいう熊牧場みたいなね、うん、それ知らんもんなって、あ、やばいやばいやばい、ポコついてる、ポコついてる、さすがに、やばいやばい、ワンワン動物園バカにしたからで、
アーム&ブツレン解決しねえからそれ。そうか、うん、それは解決するわけじゃねえから。いやまあでもクローゼットだからいいや。まあ確かにね、うん、大成功ですよ。いやもう一回やったら拡張版もらえたのか。そうあよかったですね。いや皆さんこれやってください。ワンワン動物園鏡。そうあの一応ねYouTube で調べれば CM 出てくるはず。そうなん、うん、知らんかった。いやマジでやってもね知ってるけどみたいな当たり前のように脳に刷り込まれてる人いっぱいいると思う。いやだから東海の人は、うん、そっちの地方の人は知ってるんだよ。でも行ったことない。ないのかい。え、あるないよね。ないよね。ないんかい。もう CM でしか見たことない。まあでもごめん熊牧場俺も行ったことない。いやそういうのいっぱいある、ね。まあ、あるあるですね、うん、まあ、みたいな感じですね。皆さんもぜひあのアホになってワンワン動物園と叫びながら、うん、ちゃんとテケテケ店まで行ってただ状態で、ね、何か出ると思います、ね、うん、多分、ね、出るのはでもグローゼグローゼしか出ない。一番ワンワンに離れてるからと思う。あいつはでも一応ワンなんじゃねえの。オオカミなのかな。あそうかグローゼ何なんだろうちょっと分かんないけど、うん、まあまあまあそんな感じですね。ぜひ皆さんも自分たちの方法でぜひ弾いてみてください。はい、はい、といった感じで今回の動画は以上になります。それでは別の方でバイバイ。